こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、切手のキーワード仰天、儲かる転売商法が大公開しますというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画では、切手のキーワードで、まあ、儲かる商品ね、もうびっくり仰天したんですけど、まあ、ぜひね、消化のさせていただきます。はい、はいえー、まずですね、切手ですね。キーワードの切手を入力してください。でまあ、こういった感じですね。 まあ記念切手とかいろいろあるんですよね。ピータラピットとかね。でですね、ぜひね、面白いものがありましたので、ぜひ紹介させていただきます。まずですね、まあ、これにあるんですけどね。まず、ここですね。このミニレターですね。これをぜひ紹介させていただきます。で、これですね、ミニレターって、あの、購入したことない方結構いるかと思うんですよ。で、1枚ですね、62円なんですよ。で、これびっくりしたのは、 6枚で515円ですよね。で、ってことは、えっ、ー、と、6枚、普通に買うとですね、372円なんですよ。で、5 1五円なんで、マイナス143円なんですね。利益どれぐらいか分かんないですけど、多分五50円ぐらいですよね。これ。80年封取りからんから送っていいか分かんないですけど、これ、とにかくですね、笑ってしまったんですけど、家にあったもんなんですかね。全然、こう、利益ってないと思うでもこういう売り方なんですよ。びっくりしたんですけど。はい。でもう一つはですね、 このレターパックなんですよ。で、これ、面白かったんですけど、えっ、ー、と、レターパック1枚ですね、360円なんですね。で、30枚だと1万800円です。なので、この <laughs> 値段からですね、1万800円いくとですね、311円なんですよ。これ、利益出てるのかなと思ったんですけど、元々家やとも売ってるんですかね、それかまとめてこういうの売ってる業者とかあるんですかね。そう言って売ってる方なんで、びっくりしたんですけど、ま、ぜひね、あの、こういった売り方なので、 まあこのね、レターパークとかミニレタを安くね、仕入れる方はですね、まともで言っていただければ利益出ますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。ですね。ぜひ試してみてください。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアルプレーします。ニックネームかスタンプお願いします。それとですね、0円転売コミュニティですね。始まりました。ぜひね、メッセージから。 基本方ね、ぜひお待ちします。あとですね、LINE、えー、アド登録後にですね、質問等ですね、えー、がお願いします。YouTube から質問はですね、一切受け付受けてませんので、ぜひその点気をつけてください。よろしくお願いします。本日はサブ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。